そうですね、あのメンバーによってはね、あの長くこの合宿をやってる選手もいますし、まだ3、4日しかやってない選手もいますけど、まあこの3、4日で、かなりの数のミーティングもしましたし、改めて自分たちのやり方であったり、そういうものもかなり、話してきているので、これから明日の試合、そして16日の試合に向けて、この試合を、この2試合を本当に自分たちにとってどれだけ大事かということをね、あのみんな感じますし、まあ、チームの雰囲気としては非常にやる気に満ちあふれていて非常にいい状態だと思います。そうですね、あの3月の代表で集まった時から継続して、とにかく、ボールを奪ったら早く、まあ、そして、まあ、もちろん守備の時にもやり方はありますけど、ワンタッチツータッチでとにかく早くゴールに向かうという、そういうところは徹底して練習からやってますし、まあ、それは練習から、みんな意識してやってるなというのも感じますけど、もちろん結果は、勝たなければいけないと思ってますし、明日もスタジアムが満員になるということで、まあ、平日にもかかわらず、ね、多くの方が来てくれますし、まあ、自分たちの、まあ、新しいスタートといいますか、ね、そういう部分で、皆さんが期待してくれてるからか、期待してくれてるからこそ、こうして、ね、集まってくれると思うので、まあ、総理に対して自分たちは結果で示さなければいけないと思いますし、まあ、それプラス新しい何かをこう感じてもらえるような内容というか、そういうものも求められると思いますけど。